はい、田中90です。今回ね、新武器が追加されてめっちゃぶっ壊れなんですよ。これこれこれ。NA45。これ解除するのがそこそこだるいのね。そこそこだるい。でも強い。どれぐらいだるいかっていうと、まあ、こんな感じのね、エリートマンクスマンミッションっていうのをクリアしなきゃいけないんですけど、実はま、1時間ぐらいで終わるけどだるい。うん。で、これね、どういう武器かっていうと、爆発物を撃つ弾薬っていう、スナイパーっていう結構ってか、初めて出てきた面白い銃なのね。で、多分ね、みんなが気になることってカスタマイズだと思うんだよ。で、特にこの弾薬のカスタマイズ、3つあるんだよ。通常弾と含める、何もカスタマイズしないのと含めると4つあるんですけど、じゃあどれが強いのかっていうのをね、私、検証しました、早速。で、検証場面をね、早速お見せしましょう。どうぞ。で、検証場面見せようと思ったんだけど、絶対興味ねえよな、お前ら。絶対お前ら興味ないと思うんだよ、検証場面とか。なんで今回、検証の結果だけね、簡潔に伝えちゃいたいと思います。はい、ギリギリ噛んでない。で、検証だけ伝えると、実は HE 弾が一番強いです。で、なんでかっていうと、HE 弾はね、3メートルまで即死するんですよ。他の弾薬は全部2メートルまでしか死なないんですよね。しかも全部2メートルなんだよな、他の弾薬は。で、HE 弾だけなんか3メートル死ぬから単純に強いって感じですね。ちなみに爆発エキスパートっていうダメージを増やす、爆発物のダメージを増やすパークの影響は受けます。受けるんですよ。HE 弾だと4メートルまでね、即死するようになって、他の弾薬だと3メートルまで即死するんで、実はね、爆発エキスパートはね、つけた方がいいんですよ。これ豆知識。意外と知られてない。なんで最強のカスタマイズは、この HE 弾薬と、パークの爆発エキスパートを組み合わせたカスタマイズのことです。この二つをつけてりゃ、ぶっちゃけ何でもいいと思う。大して変わんねえと思う、他は。俺はとりあえずエイム速度ガンブリにしてるんですよ。まあ、エイムいらねえから、これ。これ地面撃つだけの武器だから。あの、体に撃つとかね、古くせえ銃じゃねえんで、これ。相手の地面に撃つっていう先進的な銃だから、なるべくエイム速度上げた方がいい。あと、このライトトリガーっていう連射速度をね、上げる系のカスタマイズもつけとくけど、これは正直あんま意味ないかなと思いつつ、なんとなくね、連射速度上げるの魅力じゃないみんな。魅力だからつけてるって適当な理由でつけてるから、つけなくても OK。じゃあね、今回こんな感じの NA45 最強カスタマイズで、ランクマッチね、今ツイッター絶賛荒れてるランクマッチに行きたいと思います。どうぞ。ちなみに NA45 は絶対に嫌われる武器でさえ、強いから置いといて、こういう爆発物の武器はとりあえず嫌われます。あの、大体のコットだと、爆発物はね、死んでほしいって言われるぐらい嫌われます。まあ、俺はね、使ってる側なんでぶっちゃけ不快じゃないんですけど、使われてる側は、これはやばいなー、これやばい、ツイッターに書き込むなよ。NA45 強すぎる弱体化しろって。ちなみにこれね、もう弱体化食らってるんですよ、これ実は。これすごくね、あのね、実装される前に弱体化食らってるのね、これ。実はだよ。みんな知られてないんだけど、実は弱体化食らってる。これ、なんでか知んないけど、多分あれなのかな？ベトナムサーバーとかは早く来てるから、そこで暴れすぎて、日本に来る前に消されたって悲しい銃なのかも。いや、で、こういう時なんで、こういうね、地面がね、撃ちにくい、これ、クロスファイアクスマップだな、これ。NA45 アンチマップだ、これ。微妙に坂あるからね、狙いにくいと思うんだよな。ほんと NA45 は割と平らなとこで、ポン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 って言ってるやつよ。待って。これやばい、これ絶対やばい、これ。絶対これやばい。これ絶対やばい。これやばい、気持ちいい、気持ちいい、これ。これマジで気持ちいいんだけど。あいつつまんねえだろうな。俺はすげえ楽しいんだけど。相手面白いかな。相手がつまんないってことは俺は面白いんだよな。知らない知らない。死んでよ、死んでよ。OK？ 今絶対死んだよな、今の。やばい、バッテリー残量が終わっちまう。この試合で勝たなきゃ動画投稿ができないかもしんない。OK？ 深いだろうね。なんか死んねえ、なんか、火縄銃飛んできたら死んでんぞ、みたいな。楽しくねえだろうね。俺が楽しいってこと、相手楽しくないんだよな、これ。お？いけるか？お？え、死んだって、絶対死んだって今。もう死んだと思うよな、みんな。これ A 取るな、A 取るな。A 取るな。OK？ これ勝負しようぜ、勝負しようぜ。バイバーイ。これね、敵のちょっと後ろをね、撃っても死ぬんだよね、実際。なんもコンカッションやめろ、コンカッションやめろ。A 取ってるか C は空いてんじゃん。あ、これ絶対待ってるよ、これ絶対待ってる、美味しいやつ。待ってる、美味しいやつ。あ、死なねえか、これ。結構ね、感覚は求められるんで、これ NA45 はね、他の銃と違ってね、また微妙に行く、相手の足、邪魔、電柱邪魔。マジ電柱邪魔。もう、電柱次パッて削除してくれよ、これ。いらねえよ、これ。なんで、待って。これ、死なねえのかよ、それ。こういうのがあんだよ、NA45。敵に直接、待って。
あー深いー、マジで。待って、死ね、死なねえのかよこれ。待って、オッケー、それ死ぬのね。まあ、とりあえずね、敵に不快な気持ちを与えてるのが楽しい武器だ、この武器は。そうだ、性格悪いやつが好き。だぶっちゃけ最強か、まあ、ドミネーションだと強いと思う。だって拠点の中でパパパパパパパンって打ったら死ぬんだけど、でも実際使いづらいなってシーンはあるんだよ、わりかし使いづらいなって。でもそのシーンでも相手が不幸だったら、それ相手の不幸が蜜の味って人にとってはすっごい美味しい、面白い銃だと思う。これ実際うざいし、撃たれるとね、俺もね、シップメントっていうね、マップで撃たれたんだけど、クソうざかったから。相手に心理的、要は、相手に不快感を与えて、内落ちさせる武器なんだ、これ。そこまで含めて、相手を内落ちさせる戦略性のもとで、最強の武器。内落ち最強武器というよ。あ、これ上から強い、絶対これ。上から強い。内落ちしない、内落ち、これ、やばいやばいやばい、内落ちしよう、相手。内落ちしよう、これ。これ、内落ちさせ、シップメント打ったら内落ちしたかな、相手。つまんなって言って。お前とやるしおりモバイルつまんねえわって言って。楽しすぎん、これ。やべえ、これ。これはマジでそう、これはまさに資本主義社会だよ。不幸になる。幸せになる人がいる横で誰かが不幸になる。そういう資本主義マップなんだよなぁ、これ。マジでさぁ。でもね、遠距離ね、スナイパーには負けちゃうんだよね。まあ、こいつもスナイパーなんだけど、やっぱ相手一発で死ぬから、こっち二発なんだよ。強い XPR みたいな銃。待って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 、もう撃ち合えよ。まあ、俺の方が撃ち合ってねえんだけど。撃ち合えよ。あ、これ調子乗って全強したら全強返されたパターンじゃん、これ。え今壁の後ろ死んでたよな。いやー、今の俺のキルいらん、お前ら。え、何これ、チートじゃん。アドバンス UAV ってやつ、これ。あんま実装されてるけど、みんなに興味なかったアドバンス UAV ってやつでは。え、今何だったんだろう、これ。いやー、オッケー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 、来い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 。楽しい。見え、スモークで見えてない敵を爆弾で飛ばすのすごい楽しいなー、これ。こんな楽しいことあるだろうか。いや、ない。こんな楽しいゲームがあるだろうか。お前ら銃は古臭い。今から爆弾の時代よ。これ来てんじゃない。やばいやばい、ビビって、こっち怒らないで、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 アナイアレーター使ってやるから。オッケー。多分怒り、鎮静、怒りを鎮静化したな、多分。これもダメ。これダメだよ、これ。このコンビネーションダメだ。もう深いすぎる。これ、よく一人も抜けてない、これ。よく抜けなかったな、相手。抜けない相手がすごい。これ、相手を褒めたい、ぜひ。皆さん褒めましょう。爆弾を使われて、なおかつアナイアレーターと不快な SP を使われても抜けなかった相手の勝利。ということでね、今回 NA45 使っていきましたが、ご覧の通りです。相手に不快感を与える最強の武器です。相手を不快に貶めたい。爆弾で敵をほふりたい。相手を途中抜けさせたい。そういう思惑のある人はね、ぜひ使ってみてください。じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。La la 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 la.